できました。ちょっと今日のよくわかんない弁当、ご飯にかぼちゃの煮付けに、ジャーマンポテトになけなしのソーセージとキャラぶきです。メインのおかずを今日は作り忘れました。デディーン、はい、今日の朝ごはんも甘いものです。最近いただいたものでチーズケーキとクグロフ、はい、いただきます。ごちそうさまでした。じゃあ次はいつも通りお化粧をします。